こんにちは、タイハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はキュータマシリーズ、キュータマ転送デラックスキューバックル、キューレンジャーのベルトですね。こちらの双子キュータマが入ってますので、これが一番のお目当てです。はい、裏を見てみると、連動アイテムのね、収納ができる、取り出しができる。歴代の戦隊でもね、こういったアイテムはちょこちょこありましたけれども、収納できるのは一つ、もう本当にね、お飾りなだけなんですけれども、なりきり玩具としては必須ですね。それでは開封。はい、インナーに蓋と取説で、中にはキューバックルが入ってます。で、気になるのは双子キュータマ、そのうちね、ガチャでも食玩でも出そうなんですけれども、デラックスで出てるものは一通りね、デラックスで集めたいなっていうのがあります。おお、綺麗な緑で、双子の絵柄です。で、ナンバリングが25。では音声など発行パターンね、見ていきましょう。はい、それではキューバックル本体見ていきましょう。でかいな、厚みがあります。はい、おお、嘘です。現物がこちらです。もうテッカテカね、すごいですよ、メッキが。はい、そしてこの本体の上にある、ここを押すことによってロック解除で蓋が開きます。パカッと開きます。そしてキュータマ装填部は切り込みが片方だけですので、この方向のみに装着できます。そして格納、転送とあるので、劇中ではいろんなキュータマがここから出てくるものと思います。はい、そしてベルト部分なんですけれども、バグルドライバーのものと似てますよね。で、 R、バンダイのこれ系のベルトはもうね、基本形は一緒なんで、大体が、色違いだったりします。で、こちらが L、左側です。本体裏側ですね。まずはこの L と書かれたものを通します。中心から左側に抜けます。続いて R、 右側は右の端から入れます。そしてこの右側の部分を浮かせて引っ張って、左側とジョイント合わせて止めます。この2箇所ですね。これで止めれば OK です。で、ベルト止めを左側のところに1個、2個、装填。そして自分の腰の位置に止めて、で、これでベルト止めで固定します。装着イメージがこちらです。腰に巻いてボタンを押すことによって転送されたキュータマが出てきます。で、この双子キュータマですね、今マースライド状態なんですけれども、繰り返すとこのようになります。なんかポニーテールの女の子と、すんごいモヒカンの男の子みたいな、そんなイメージですかね。で、これを裏から見るとこのようになります。で、回すライドで絵柄を合わせると、はい、双子キュータマの絵柄の完成です。右側の人はどうなってるのかな。ちなみに内部はこのようになってます。取り出すと、本当に1個入るギリギリのスペースですね。ですので、仮にちょっと1個中に入れた状態で、で、キュータマをもう1個カバーに装着、当然ながら閉まりません。本当に1個分のスペースのみになります。はい、そんなわけで今回の動画はキューバックルでした。結構似てるかなと思ったんですけど、あんまり似てなかったですね、魚まで。そんなわけで次の動画でまたお会いしましょう。